よくテントウムシがね、アブラムシ食べるって言うんだけども、で親を連れてくるんだけども、大人をね、大人はあまり食べないらしいんだよね。よく食べるのはこの幼虫ね、テントウムシの幼虫、親と形が違う不完全変態のテントウムシの子供、こいつがね一番食べるんで、まあ要するに子供を産みたいような環境を作ってあげないと、テントウムシの親を連れてきてもあまり食べないし、どっか行っちゃうんで、こいつらが要するにテントウムシが子供を育てたいなと思う環境を作ってあげること、そうすれば自然とこいつらが出てきてアブラムシいっぱい食べてくれるんで、そういうのを作らないでただ持ってきたって、またテントウムシ飛んでどっかに行くだけなんで、だからテントウムシを集めてきて畑に入れるんじゃなくて、そういう環境を作ってあげることで、そうすれば子供を作って卵を産んで、ここで、こいつらがねいっぱい食べてくれるんで、そういう意識ね、ただ持ってくるんじゃなくて、そこで一生を過ごしたいと思うような環境を作りながら、畑をやってください。そうすればこうやって幼虫がね勝手に畑にねついて、うちの畑につ選んでくれて、ここで一生をね越してくれるんで、いくらでも親もいるし子供もいくらでもいるんで、そういう環境を作ること、これ絶対大事、これ忘れないでください。でこれがね幼虫だから覚えといてね、むやみにこれを見つけたからって持ってきたって食べるものがなくて死んでしまうだけなんで、ちゃんとねアブラムシもいないとこいつらはいつかないから、害虫もいないとダメ、そういうことを忘れずに環境を作ってください。探してみたらまたいたよ、やっぱりここ探せば探すほどいるだろうな。うん、だからこういう環境なんだよね。これハマナスなんだけども、ハマナスはアブラムシすんごい集まるから、だからむしろこういうね害虫が出るから益虫がやってくると、これさっきのね、だから害虫も一概に悪いとは言えないんだよ。益虫を呼ぶためには害虫もいなきゃいけない、だからある程度の被害も受け入れた上で、環境を作ると。これさっきの幼虫がさ、サナギになったやつだ、これから大人になるんで、テントウムシになる前のサナギの段階だこれね。なんぼでもいるねここね、いっぱいいる。あ、本当にこれは環境がいいんだろうね。ハマナスでアブラムシ集めて、こっち草むらっていうかアスパラがあって、下にも草生えまくっててね、草だらけ、まあ、こういう状況だから虫も隠れることができるし、これがいい環境なんだろうねきっとね。とりあえずね、これから幼虫がサナギになって、これから成虫になるやつなんで、まあ覚えといてね。